トリーナクソドンは中世代三畳期前期に生息していた単ユミ類の絶滅した属。単ユミツナ十ユミ目トリーナクソドン科に属する。学名は三つ股の葉を意味する。全長約50センチメートルの猫ほどの大きさの小型肉食動物。肉食に適化した鋭い葉を持ち、昆虫や小動物などを捕食していたと思われる。には多数の 小さな穴が開いており、おそらく、ホラゲが生えていた痕跡であると言われる。下顎の葉を収める歯骨は、テロケファルス類などよりもさらに拡大が進み、角骨や関節骨は縮小している。また、腹部のあばら骨が消失し、横隔膜によって、胸角と腹角が分けられた。そのため、より効率的に呼吸することができた。これは、三畳期を通して、 低酸素の状態が続いたことへの適応だと思われる。また、胴体をよじることができるようになり、体を丸めて休眠した姿のまま化石化したものも発見されている。これは、鳥なくドンを含む木のン類の高温化が進んでいたため、眠っている間に体温が失われないようにしていたためと推定されている。このことから、すでに、コラゲだけでなく、 体毛まで生じていたのではないかと言われる。ただし、重要な機関である頭部を中心に体を丸めることは、蛇と影や蛾の幼虫など、変温動物でも普通に認められる、急速姿勢である。丘や川の氾濫源などに浅い穴を掘って、巣を作り、子を育てていたと思われる。また、嗅覚によるコミュニケーションが発達しており、マーキング行動により各自の縄張りを主張していたと、 される。BBC、群馬県立自然史博物館の蘇る恐竜、古生物では、鳥ナクソドンの頭骨が写真で掲載されているが、実際には、プロガレサウルスの頭骨である。アフリカ及び南極に生息していた。特に南アフリカのカルーボンチからは、多数の化石が発見されている。ありがとうございます。